優雅ブランドディレクターの池です。デザイナーの花江です。今回は、まあ、花江も私も、まあ、素人からアパレルブランド立ち上げたっていう話なんですけど、まあ、ファッションの、ね、感度、実際こう例えばこれってすごいクオリティ高いよねとか、まあ、これはそうでもないよねとか、まあ、要はそういうものっていうのって、まあ、どうやって養ったのかとか、まあ、そういうきっかけについて、特に、まあ、花江はデザイナーなので本当にゼロスタートで、まあ、どうやってで、まあ、別にファッションも興味がなかったわけですよね、はい、最初ね。なんで、まあ、そういう人間が、まあそのまあ、ファッション感度みたいなのっていうのは、まあ、どうやって上がっていったのかっていうのを、まあ、実際に実体験で、まあ、ちょっと喋っていただきたいなと思います。はい、はい。私はですね、まあ、人ですね、人をきっかけに感度を上げていったっていうのがあります。特に3人私にはそういう影響を与えた人がいまして、その方がやっぱりたくさん知識を持っていたりだとか、これはいいものだよっていうのを教えてもらったりだとか、そういったところを通してどんどんファッションの感度が上がっていったかなと思います。でその中でも優雅をすごく評価してもらったりとかした中で、優雅を基準にして特にこれはいいものだよとか、そういった比較とかもできるようになってきたかなというふうに思っています。でその3人なんですけど、1人目は、まあ、のりさんですね。でも、2人目が、パターンナーさんです。優雅のパターンナーそう、一番最初に優雅を立ち上げるときに、はい、声をかけていただいた、はい、優雅のパターンナーさん。で3人目が、優雅をこう常設してくれている百貨店のセレクトショップの、責任者の方ですね。この3人が私にとってとても影響が大きい方です。で、まあのりきについてなんですけど、のりきはもともと専門学校で、まあ、そういう服飾を学んでいたっていうことがあったりだとか、まあ、それで、まあ、優雅のこうデザイン画を描いたりとかをこう教えてもらったりとかしていたので、そのあたりだとか、あとはもうすごいのりきさんが洋服が好きで、まあ、とにかく買ってましたよね。まあ、そうですね、当時は20代中盤ぐらいはやっぱりこう本当にただの消費者でしたけど、やっぱりそれなりに、まあ、洋服を買ってきてっていうのはありましたね。まあ、僕もそれでいろいろ知ったというか、私自身もこういうのっていいなとか、これはちょっと思ってるのと違かったなとか、まあ、そういうのありましたよね。そういう、まあ、のりきさんがいろいろ教えてもらったりだとか、まあ、一緒にショップに見に行ってこれはこうだよとか、まあ、いろんなことを教えてもらったりっていうところがあって、まあ、そこはすごく影響をもらいましたっていうところですね。で2人目はパターンナーさんなんですけど、パターンナーさんはもともとデザイナーズブランドのパターンナーをやっていたりだとか、もともとキャリアもすごい20年とか長い方なんですけど、あとはもともと衣装の、会社に、いて、でそこで、まあ、いろんなパターンを弾いたりだとか、そういったところもあって、そういう方からも、まあ、優雅はすごくかっこいいよとかいいよとかってい う評価をいただけたので、まあ、そういう方からも、まあ、影響をすごくいただけたのはありますね。まあ、自信に、優雅の商品として自信になったってことですよね。その要は市場的にやっぱりこう何がいいのかっていうのを、うん、こう見るその力っていうか、はい、その基準として、はい、まず優雅いいよねっていうのをこう言ってもらって、まあ、その優雅を基準にして、まあ、いろんなことを考えたりっていうのができるようになったっていうのは、とってもそのパターンナーさんの影響もすごく大きいなと思っています。で3人目が、そのバイヤーさん、責任者の方なんですけれども、その方からやっぱりいろんなもう全国のを見たりだとか、まあ、ワールドクラスのものを見たりっていう中で、優雅はすごくそれこそ、買ってくれて、でそれをこう売ってらっしゃるので、すごく影響を受けてますね。なんかまあ補足として、やっぱりこう店舗って、まあ、買い取りと委託っていうのがあって、今も店舗側が、まあ、うちらブランド側の商品を買い取って、それで、自分たちのリスクとして、在庫にしてお客様に販売するっていうパターンと、まあ、委託といって、まあ、貸してくださいっていう状態ですよね。で売れたらお支払いしますよみたいな2種類があるんですけど、まあ、うちはもう買い取りでやらせていただいていて、それはまあ相当なやっぱデザイナーとしても自信になったのかなと思いますし、私に関してもやっぱりこれだけのものを作ってきてよかったなっていうふうには思いますよね。やっぱりこう百貨店に関してはそれこそ花江と2人で行ったんですけど、その一番最初の時に本当もう10分ぐらいの
商談で決まったの でやっぱり、まあ後からこうなぜ決めてくれたんですかって話をしたら、やっぱりレディースでここまで作り込んでるっていうのはもう本当に珍しいっていうか、あるのかな、ないと思ってるっていうぐらいのやっぱりこう言葉をいただけて、なので、まあ、それはやっぱ自分たちがやりたいことを貫き通してやってよかったなっていうのは思ったところですよね。はい、あとはまあその催事の時も優雅の隣にヘルノがあったりだとか、うん、バルバとかで、まあ、向かい側に、まあ、メンズのラルディーニがあったりだとか、うん、まあ、そういった中でこう販売していて、そこでまあお客様に買っていただいたりだとか、まあ、そういったすごくいろんなものを見て目が肥えてる方にも選んでいただいてるってところは非常にこう自信にもなりましたし、あ、これはいいものだっていう、こう基準もどんどんこう精査されていったりっていうところは、はい、ありましたね。こんな感じで結構周りの方からの影響を受けて、私もこう追いついていくような形で、そういった感度が上がっていったかなというふうに思っています。はい、はい、まあ、なので、まあ、今回はそのまあ、どうやって感度を上げていくのとか、何がきっかけで上がっていったのっていうような話だったんですけど、まあ、これ皆さん OEM、まあ、自分のブランドやりたいとか、まあ、今もやってるけどこれからもっともっとやっていくぞっていう方に、まあ、関してやっぱりこう周りの環境ってすごい大事で、やっぱりこうその敷居のレベルといいますか、敷居が高ければ高いほどやっぱハイクラスなこうものがあって、でそのレベルが低ければ低いほど誰でもできるっていうようなものが溢れ返ってますので、まあ、そこは自分がどのゾーンをやりたいのか、まあ、どういうところでこう戦ったらこうブランドとして成り立ちやすいのかっていうところは、まあ、一度考えて、